でも光になったら成長しないね。光になったらね、もう光になってしまったらもう成長しないんです。もう一回闇にならないと、光であることを諦めないと闇にはなれませんね。光から見たら闇になることは死ぬということでしょうけど、闇から見たら死ぬことによって光になっちゃいます。いつでも死を恐れるもんですけど、その光の時は闇になることを知ろと、闇の時は光になることを知ろと。でも光になったらその性質のまま、だから結晶、しかもその結晶の最高結晶の形っていうのは光ですから、もう悠久に近い時間全然成長しない、そのまま一方肉弾の世界はどん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 進化していく。それを見て嫉妬に来るんだ。あんまり成長してないんだみたいな。ね。でも成長を焦ってもしゃあない。しんどい。それは早く死んでます。ね。スズメのスピードで生まれ、そして発展し、そして滅んでいく。最後テンパってギャーギャーギャー。ね。でしょ。もっと言ったら成長できるところなんですよ、この地球っていうところはね。だから、光の状態のままで焦らないことですよね。生まれてもないのにね、人に取り付いてもね、どうしようもない。でそれ横演習って他人でね、横演習したらあかんでしょ。例えばホームステイみたいなもんだとしてくださいよ、なんかね、表現でね、順番ね。で、なんでホームステイ先を勝手に改築したりするんですか。ホームステイ先を勝手にずらしたり、もうこの家いらないから壊そうぜって、なんでホームステイ先を壊すんですか。おかしいでしょ、神の電池なんて、光なんて。非常に態度悪いでしょ、ホームステイしてる身分のくせに。ね、非常的に見えるね。だから、うちから見て、光は全部落第したと。落第した光はどうなるんですか。光に落ちて、闇になるんですか。じゃあ、地球に生まれるじゃないですか。でも、評価低い。人間じゃないですよ、さっきの最後の女の子。人間に生まれて不幸じゃないですか、そしたら。ね。あの女の子を鳥っぽくしたんですよ、光を。絶対鳥に生まれますよ。あ、さっきのあの女の子にはなりませんよ。あの女の子は天使が抜けたら、あれあれなんか恥ずかしいこと言ってたわって。なるからね。でしょ。